高山正幸さん、元産経新聞ね、はい、ごめんなさい、ご奉仕で逆流は昔からだと、はい、これもう一度もうこの朝日叩きをずっと言ってますからね、今度の朝日をですね、はい、歪曲報道っていうね、新潮文庫のね、はいはい、出てる本面白いですよ、これぜひ読んでいただきたいんですけど、はい、昔出た本ですけど、ね、はい、まだ今売ってますから、文庫で。高山さんは鋭いですからね。そう、俺はね、はい、面白い、まあいろんなその朝日新聞をしてるんですけど、その中で面白いのはね、はい、どうしてこういうタイトルをつけたかというと、朝日新聞がですね、84年の10月31日に日本軍によるですね、はい、毒ガス演習の写真だってね、はい、スクープだってこう載せたんですよ、はいはい、で当時の将校のですね、はい、コメントまでつけてですね、はい、毒ガスだというのを載せたわけ、はい、で、そしたらですね、産経新聞のですね、石川瑞穂記者がですね、はい、あれはですね、毒ガスじゃないと、煙幕だと、はい、しかもこの朝日が書いたですね、はい、場所じゃないと、うん、ところでやった煙幕のそのテストなんだと、はい、いう記事を書いたわけですよ、はい、あるいはテストの煙幕を使ったのかな、はい、それで朝日の記事ではですね、これが毒ガス作戦、しかも元将校の話とかですね、うん、藤原喜一明っていう久田大学の教授のコメントとかですね、はい、出してですね、載っけたんですよ、うん、毒ガスだったらさ、はい、こんなに上にもくもく上がったらさ、役に立たないわ、はい、そうですね、そうでしょ、煙、鳥が死んじゃうぐらいだもん、ね、そう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 、はっきり言って、はいはいはい、ね、やっぱりあっという間に希薄化しちゃいますよね、残酷とかなんかにね、はいはい、こう入れて下をこう張っていくからね、はいはいはい、役に立つんだけど、こんなどんどん上に行っちゃったら、うん、常識で考えてもそういうことすぐ分かりそうなんです、はい、それで石川瑞穂記者が産経新聞に、あれは毒ガスではないと、しかも中国の渡河作戦の一場面で叩かれているのは煙幕と言うんでですね、しかも写真、当時の写真集も見つけてきてですね、バーンと書いたわけ、はい、そしたらですね、その第一報が出た時にですね、高山さんデスクだったから紙室で寝てたんだよ、はい、デスク朝龍神ですね、デスク朝日から電話ですと起こされたと、早速反応があったかと思って電話に出るやいないや、大声でお前かと怒鳴られたと、うん、どちら様ですか、朝日の佐竹だ、毒ガス写真記事担当の学芸部長佐竹昭義本人だと、今日の記事は何だ、誰が担当だ、私が担当デスクです、とんでもないことをしてくれたな、今日の午後1時半に行くからな、編集局長以下眼首揃えて待ってろ、お前もいろよと、なめてますね、こんなこと言うんですか、そう、それから学芸部長だよ、午後1時半というのは夕刊の後半が終わった後の時間らしいんだけどね、はい、それでそしたらですね、産経の連中も情けないのはですね、はい、編集局長に話をしたら、悪いな、俺その時間用事があるんだというそれで2人いた局次長も用事があっていない、はい、社会部長に至っては、まあ高山君がいればいいよなと、で誰もいなくなっちゃったと、はい、それで高山さんが一人いたらですね、はい、午後1時半笹崎部長が乗り込んできた、うん、こちらも一人なら向こうもたった一人だったと、はい、で応接室に通して座るやいないや怒鳴る怒鳴る、はい、一体この記事は何だ、朝日に因縁つけるとはいい度胸だな、はい、ありがとうございます、うん、褒めているんじゃないお前は生意気だなんだと散々怒鳴られ、最終的には産経ごとき叩き潰してやるとまで言って、はい、とにかく悪行雑言の嵐だったと、うん、ね、録音すときゃよかったですね、そう録音すときゃよかったね、はい、天下の朝に他者が因縁をつけることを許さないと考えているしかない、うん、でその後の石川瑞穂記者はですね、写真の出典も見つけてですね、うん、結局佐々木部長は数日後に訂正記事を書く羽目になった、うん、だからですね、うん、毒ガスではなかったと書かないんだよ、要するにね、うん、作戦の場所が違ったと、おお、なるほど、ね、なるほど、言うだけ書いただけ、はい、はぐらかしてんの、この今回この逃げ方など今回朝日が開成小学校安倍晋三記念小学校と報じたことについて出した記事とそっくりだと、うん、公明などが当初黒になっていたため、朝日新聞は籠池氏への取材に基づいて、籠池氏が安倍晋三記念小学校の公明を記した収支書を財務省近畿財務局に出したと明らかにしたと5月9日付朝刊で報じたと、ね、なんかね、間違っておきながら訂正でもお詫びでもない、はい、あの時と全く同じだと、そうですね、これごまかしてますよね、うん、完全に、はい、だって毒ガスではなかったっていうふうに、はい、あれは煙幕だったと書かなきゃいけないのに、はい、作戦の場所が違っていたと、うん、はい、何章じゃなくてですね、うん、なんとかだって全然だからデタラメなんだよこれ、ね、しかも普通隣に行くか行かないですよね、うん、
なあ、これ異常だよ。一応どういう根拠ですかっていうのを聞きに行くんだったら分かるんですけど、うん、そう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 、一方的に、そう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 、あの間違いだっていうのが前提としてありますよね、うん、そこまで産経、はい、あたりのことは正しい、産経は出たのか、そう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 、こういうもう頭になりきっちゃってるからね、はいはい、この特権意識が常に、これが常にあるんだ、朝日にあるんですね、あるんだ、はい、あるんですね、これはもう僕もだからいろんな新聞社の人と付き合っていて、はい、その他社の人でいないんだけど、はい、朝日の人は俺が朝日だって感じの人が多いんだよ、あ俺は朝日記者だと、はい、でも産経とか呼びの人でそんな人いないんだよ、はい、ほとんど、まあたまにはもちろんいるかもしれない、はい、人によるから、だけどね朝日の人はやっぱそういう意識はすごい強いね、渡辺先生の本にも多分そういうの出てましたね、あ、はい、あすごい強いんだよ、この人はってとんでもないなって、あ、はい、あの朝日の記者から、まあ、勉強してる人も多いんだけどね、はい、あの全員が全員じゃないんだけど、はい、しかしこの佐竹学芸部長はひどいよな、うん、そうですね、あ産経ごとき叩き潰してやるって、はい、ですなかなか言えないよ、うん、そうですよね、うん、しかも、ね、間違えてたこれはもう相手が悪かったね、はい、もう高山さんだからさ、高山さんですからね、はい、まさか高山さんとは思わなかったでしょうけど、はいもうずっと書かれちゃうからね、これね。そうですね。うん、もう